隣のおばさん。私がね、幼稚園にお隣のイサオちゃんということを毎日幼稚園通ってたの。そのイサオちゃんのお母さんという人が、ピアノの先生をしていて、それで庭でイサオちゃんと遊んでたら、ともこちゃんピアノやってみないって言って遊びのついででピアノをそのお母様が私にやってくれたのがピアノを始めるきっかけ。私には耳を鍛えさせたいって言って、そのもう初めからその音を聞く練習っていうのをしていただいたので、で、絶対音感が身についた。早くからやったから、すごく感謝してる。半年前ですよね。リサイタルの半年前に初めて自分がちゃんと練習する時間を確保できた。まず母が車椅子だった。ね。そしてだんだん衰えてくるから母のことにもこの5年間費やして。それプラスうちの主人が心臓で悪くなってしまって。それプラス今までいた東京を帰国さなければいけない。もうなんか全く自分の時間がなくて、やることに追われてて、逆にそういういろんなことがあったから何か自分で望みを持ちたい、リサイタルしたいと思ってたことを持っていることに感謝をしたね、忙しい時は、隣のおばさん。
君こと毎日幼稚園通ってた。その勲ちゃんのお母さんという人がピアノの先生をしていて、桜を選んだのは父が本当にこんなちっちゃい盆栽で桜んぼがいっぱいついていたものをある日買ってきて、ある日突然地面に移すと、かわいそうだからって言って植えたのがあそこに写ってる桜の木なんですけれども、もう本当に大きくなって、春もちろん普通の桜は4月に咲くんですけれど、私の誕生日に一番最初の花が咲くぐらい早く桜の花が咲いて、色も割に白っぽい。そうするともう5月の連休の前あたりに桜んぼが実って、もうざるでもう 4、5杯取れるぐらいの桜んぼが実って、でその後に今度は大体だけれどもメジロのつがいが来て巣を作って、そしてそのヒナが帰っていって、その後に今度はもう緑の本当に青々とした葉っぱが茂って、夏の暑さを遮ってくれて、割にもう冬の初め頃まで葉っぱがついてて、その後枯れるんだけれども、もうすでにその時に実を膨らみをつけていて、その桜、私の家のこの中にある中庭にある桜をどうしても紹介したくて、それで一番最初のオープニングにこの曲を弾こうかなと思った。
今すごいね、間違ってとってもいいところを全然行かないで終わりました。本当にがっかりします。実はですね、1週間前あたりからちょっと想像していただきたいんですけれども、1週間前までは完璧に弾けてたんですねと思ってください。ところが1週間前からパタッとやんで、どこを弾いてるかわからなくなった。それで私が今多分感じたと思うけど、あ、間違ってるよ、ごまかしてるなって。最初の画像からそうでしたよ、ね、だから今日は間違いをいかにみんなが見つけるかというコンサートになりそうなんですけれども、お願いがあります。弾いてる本人はかなり緊張してます。ですから声を出していけないというので、どういうふうにしたいかというと、この会場が私を応援してほしいんですね。そのいいオーラをいただきたい。危ないと思ったらいける、大丈夫だっていう感じで、もう今もう一回弾きたいから、本当にひどくね、弾いてね、あんなに弾けないところをねって言って、本当に悔しいんですよね。でそれが初っ端からこれでいいのか、すごく緊張があるんですけれども、ぜひダメだなと思ったらお願いですから、そこから私にオーラを送ってください。大丈夫、いけるから、いけるからって。そして皆さん方はきっと1週間前までは完璧にすごくいい曲だったんだろうなと想像をしていただきたい。次にバッハに行くんですけれども、画像は出るんでしょうか。出ますね。私がバッハを最初にやったのは小学生の時なんですけれども、ピアノ先生が、ともこちゃん、バッハっていうのはねって言って説明してくださったのが、右手はソプラノで弾くのよ、女の人の声よ、左手は男の人の声よ、だから右手の人と男の人と女の人の声をちゃんと分かるように弾いてちょうだいねって言われたんですけれども、同じ楽器なのにどうやって男と女を区別したらいいんだろうっていう、まずそこから私のこんなのすごくこんがらがってきまして、で子供の頃それでも、まあ、とにかく練習したんですけど、私がピアノの教師になったらば、それはかわいそうだろう、ピアノの音色で女の声男の声って言ったって、ピアノはピアノじゃないかと思って、でそういうところで考えた時に、あ、そうだと思ったのが、ちょうど私はその頃ね、コンピューターで音源がフルートとかチェロとかいろんな音源を選べられるソフトもできたんですね。それで私がね、右手を例えばフルートで吹くから左手をチェロで音を出したらば、きっと生徒たちはフルートとチェロと違う音色ではっきり2声、2つの声が分かるのではないかっていうことで作業をし始めたんですね、コンピューターを使って。でこんな楽器がいいかしらって言って、インベンションで15曲あるんですけれども、もう全く触ったことない私が必死にやって、10曲目あたりでちょっとダウンしたんですね。あ、できないと思って、それでもう本当にあと5曲なのにっていう感じで、もう疲れて、それでダウンをしたんですね。そしたらですね、はい、ダウンしました。はい、そうしましたらね、なんかね、人の声が聞こえるんですよね。はっと思ったらね、昔のギリシャ人みたいに草履を履いた人が2人いて、それで私はガバッと上半身を起こして、どちらさんでしょうかって聞いたんですね。そしたら、私どもはバッハ様の使いのものです。バッハ様の使いのものは私のところにやってきた。でも興奮状態ですよね。で私がバッハ様ってどんな方なんでしょうかっていうふうに聞いたんですね。そしたら、とても素晴らしい方で尊敬してます。で私はうわーって嬉しくて泣いて、パッと見たらもう消えてたんですね、この人たちが。それで私は、もし私がバッハの良さを皆さんにもっとお伝えして、自分もバッハをもっと弾けば、いつの日か本物のバッハ様が私の前に現れてくれるんではないかと思って、それ以来必ずバッハを弾くようにしているんですね。
で今日もいたします。で私は弾きながらやるので、ちょっとアナウンスの方に喋っていただいて私は弾きます。これを忘れながら。では始めます。多くの音楽はメロディーに対して伴奏という形です。例えばその他にカノンといって伴奏はなく同じメロディーを追いかけて演奏する形があります。それから2つの違うメロディーを同時に演奏する形があります。このようにバッハの曲の多くはいくつかのメロディーが重なり合ってできています。今日は平均律より第2巻の24番を演奏します。平均律はプレリュードとフーガで一組になっています。24番のプレリュードはソプラノとバスの2声です。フーガはソプラノとアルトとバスの3声です。まずプレリュードです。右手のソプラノを目立たせて吹きます。Thank you.
目立たせて弾きます。Thank you.
7曲あります。練習しているうちにまたも智子先生のいたずら心が芽生えました。違うエチュードの曲をミックスして弾いてみたらどうだろうということで、これから先ほどの曲に他の2曲を紛れ込ませて演奏します。どこで曲が変わったかよくお聴きください。まあ、今回田村先生がリサイタルで、まあ、スペイン物とそれからカプースチン の曲をリサイタルのプログラムに入れられるということで、まあ、私その、まあ、カプースチンっていうキーワードとそれからそのスペイン音楽っていうキーワードを、まあ、自分のライフワークとしてピアノ弾いているもので、
まあそんなこともあって今回こうして幸運な出会いがあったっていうことなんですよね。最初はやっぱメールでお話しすることが多かったんで、その時からすっごいパワフルな方だなと思っててすごい元気だし、すごいパワフルで、すごい明るくて。で、ピアノを聴いても、あ、これがすごい印象的だったんですけど、ピアノを聴いても、ご本人の人柄がすごい音に現れてて、私そういうのがすごい好きで、その、人柄と音楽が全然乖離してなくて、先生が喋ってるみたいに弾いてるっていうのがすごい印象的でした。基本、そうですね。これ、カプシンのこの、8つの演奏会エチュードっていう曲なんですけど、これまあ一言で言えば、クラシックの曲なのに、聴いてる方は、え、こんなのクラシックであるんだみたいに思う、まあそういう曲で、え、これジャズじゃんって思うような曲で、まあ最初に聴いた人はみんな、うわ、かっこいいって思うんですけども、私も初めて聴いた時が、19歳とかぐらいかな、の時で、初めて聴いた時は、なんかまあベッドに座りながら聞いてたんですけど、その時、ベッドの後ろにダーンって転がったぐらい、かっこよくて、なんだこれ超かっこいいみたいな感じになって、っていうのが私も出会いだったんですけど、多分、田村先生も、きっとそう思ったんじゃないですかね。うん。とにかく、すっごくかっこよくて、で、すっごく、あとね、これは言わなきゃいけないんですけど、すっごくかっこいいけど、超難しい曲なんですよ。すごい、かっこいいからと思って弾き出したら、なんかもう、やめとけばよかった、みたいな感じになるような難しい曲ですね。Thank you.
なぜ、7つの子を選んだかっていうと、私は文京区の白山というところで生まれたんですけれども、そこのところに、その私の時代の時にはお風呂のあるお家が少なくて、父親が今もう亡くなってしまったんだけど、弟と私を小さい頃、坂道を登ってお風呂屋に行く。そして終わるとまた坂道を降りながら手をつなぎながらみんなで歌を歌うっていう一つの中に7つの子っていうのがあって、でもそのカラスってやったらもう本当に3人でこう一緒に歌ったっていうのが思い出になっていて、あ、この曲を弾きたいなと思ったので選びました。先ほど弾かれた、カプースチンの同じエチュード、8つの演奏会用エチュードという曲から、先ほどは1番、今度は3番のトッカティーナっていう曲、全部で8曲あるうちの3曲目なんですけど、
一番のプレリュードが、なんかハッピーな感じのハーモニーでできてたりとかするのに対して、私は3番のこのトッカティーナっていう曲はすごい挑戦的な曲だなと思っていて、響きもなんかちょっと挑戦的なキーだし、なんかすごいドラマチックな曲だなと思っていて、そんな中で先生がどのように最初から最後までこの挑戦的な曲を駆け抜けていくのかを楽しみにしてます。この曲をこのコンサートの後半の最初に弾かれるということで、なんかこうコンサートの流れにこう合ってていいなと思ってて、なんかこっから最後挑戦的にまだまだやるわよみたいな感じの気持ちがこう溢れていくような曲なんじゃないかなと思ってます。この曲はなんで弾こうかなと思ったのは、まあ、生徒たちにも赤とんぼの曲なんかを弾いてもらうんですけれども、前にある方がその曲を聴いて お年を召した方が涙ぐんでいらしたのね。それで、ああ、きっとこの人にはその心の思い出になるような曲が赤とんぼなんだなと思って、でその生徒たちに言うと、今日本の歌を知らない生徒がいっぱいいて、だからやっぱりそれを伝えたいな。私自身も先ほど の話とオーバーラップするけど、夕焼け父親とその弟と3人でやった時に赤とんぼの歌も必ず歌ったんだけど、本当に夕焼けの時にお風呂から戻ってくるっていう形 で赤とんぼも私の大事な歌の一つだなと思うことで選んだんですね。
まだその智子先生らしさっていうのは最初はすぐには分からなかったんですよ。それがもうどん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 こうやっぱり深く音楽をこうね追求されていく中で、あどんどんその智子先生らしさっていうのが出てきて、大事よね、反応が早いんですよね。それでパッてやっぱりそのひらめきというか、その神経のシナプスじゃない、分かんないけど、そのものすごい反射が早くて、少女のままというか、もうすごいこちらもウキウキするっていうか、楽しいその音楽に対等に向き合える感じっていうのがすごい楽しかったです。いや本当ね、ゴエフカスは本当愛、うん、愛と死の物語だから、あの物語になった時にはそうなるからね。うん、いや本当にもうなんだ、演劇的というか、うんうん、本当激しいんですよね。なんかとにかく喜怒哀楽こんなにはっきりしていいんだみたいな、その爽快感というか、それによってドラマが動いていくっていうのが、この特にゴイエスカスとかだと、それで音楽がこう引っ張られていくっていう感じなので、すごいドラマチックですよね。すごい合ってらっしゃると思います。Thank you.
ダニーボーイはやっぱりもう何と言っても父。父はもう本当にあの戦争が終わった後に英語が喋りたくてしょうなくって。でまあもちろんそういう仕事もしてたんですけれども、ですからあのお昼休みになると日比谷公園に行って、その頃はあのアメリカの兵隊さんがいっぱいいたので、その人たち相手にあのフリーカンバセーションやっていて、そしたらいろんな向こうのアメリカの歌をいろいろ教えてくれてる中にダニーボーイがあって、で何か、まあ、父も部屋うちに帰って気分がいいとダニーボーイを歌うようになって、それを聞いて、まあ、母も私も歌うようになってっていう、なんか家族の歌になったなという気持ちがあったのが一つと、やっぱりその最後に父親がもう息を引き取るという時に、あの母親と私ダニーボーイを歌ったんですよね。で多分そこの時に父はもう本当にもう声も出なくて目も閉じていたんだけれども、そのダニーボーイのメロディーを父は天国に一緒に私たちと歌ったものを耳に感覚に身につけながら召されたんじゃないかなと思って、私はこれをもう本当に私これだけ弾くのは今日はもう精一杯だから、最後の曲としてもうアンコールなんていうのはもう絶対ないし、だから最後の曲に全ての感謝を込めて、父親に関してもそうだし、母親にも関して、もう全ての人に感謝を込めて、ダニーボーイを自分は弾きたいなと思って、これで終わりに、私は挨拶の代わりにという意味を込めて選びました。
本当にやりました。本当はロビーに出て皆さんとご挨拶したいんですね。でもダメだって言ったんですけど、とても残念なのは私なんですね。なぜなら今朝美容院に行って生まれて初めてお化粧してもらったんですね。それでこんなに人って変わるものかと。でせっかくお化粧したんだからみんなに近くで見てほしいなと思ったのが、遠目にしか見てもらえないってことは大変残念だと思っているんですけども、でも今すごい私本当になんか急に泣き出しちゃって、鼻垂らして洋服がくるシミだらけになって、あ、やっぱり近くで会わない方が涙がこう汚いのが見えなくてよかったかなと思うんですけども、でも本当に半年間これだけの曲を自分でアップするのは本当に不安でした。でもたくさんの方が応援してくださって、今日ここにいらっしゃれない方、それから本当にここへ来るつもりだった方がやっぱり天国に召されたり、そんな形で私の中ではそういう人も含めて全ての方にやっぱりお礼を申し上げたいなと思いますので、一生に一度しかなかった、二度とリサイタルはないと思ってほしいんですけれども、まあ一曲目がやっぱりすごく悔やまれますね。せっかく編集したのにすっ飛ばしちゃってほとんど弾かなかったから、その編曲者には悪いと思うんですけど、2曲かなあったかなと思うんですけれども、でも私はやっぱり皆様がね、感謝いっぱいなんですけど、宇宙で私をその地球に生き物として産んでくれた宇宙に感謝して、しかもこの日本という国にまだ本当に平和な中でこんなことができるっていうことを本当に感謝します。ありがとうございました。リサイタルが終わってから桜をどうしてもリベンジしたくて、皆さんにご迷惑かと思いましたけれども、レッスン室で、今撮りました。それでそのリサイタルが終わった頃にびっくりパーティーじゃないんですけれど、バースデーの歌を歌ったり、ケーキが出てきたんですけれど、私自分が泣いてて鼻水が鍵盤に触っちゃいけないとか、ドレスについちゃいけないとか、そういうことでハンカチを早く持ってきてっていうことばっかり集中してて、せっかくパーティーを開いてくださったのに、私の神経がそこに行かないで、花束もいただいてたのに、ハンカチとマイクを持たなきゃいけないからって花束をピアノの上に置いたら、後から生徒が、先生花束忘れてるからちゃんと持って帰ったっていう、そっちの方が心配で、私の演奏会よりもその花束に生徒が心配してたっていうこともありまして、でケーキもなんとあれは
手作りのケーキでちゃんと3段階になってイチゴが中に詰まってるというものすごく大きなケーキも焼いてくださって、私が美容院に朝行ってる間にリハーサルを極秘のリハーサルまでしててくださったということで本当にありがたかったんですけれども、当日はそのリサイタル当日はそんなことに自分が神経にがいかないで、お礼も言うことも忘れてしまったんで申し訳なかったなと思いますけれども、桜ももう散りました。今日は3月の19日なんですけれども、あっという間に散りまして、まあ、どういうふうになるかなと思いますけれども、皆様あの私の70歳記念のリサイタルに、ご来場いただいたり、それから今動画で見てくださったり感謝申し上げます。これからどういう人生を歩んでいくか分かりませんけれども、ピアノが大好きです。またよろしくお願いいたします。
やったー